裏世界ラボ。2022年2月14日、大塚家具はヤマダホールディングス子会社ヤマダ電機に吸収合併されることを発表した。このことにより大塚家具センター創業以来53年続いた高級志向の大塚家具は幕を閉じることになった。大塚家具と聞けば誰しも一度は耳にしたことがあるだろう。高級家具店のイメージがある人、店舗は見たことがあるが入ったことはない人、はたまたワイドショーにまで取り上げられた大塚親子の喧嘩を想像する人もいるかもしれない。一体どうして親子喧嘩をすることになったのか。理由は単純で、父親である勝久氏と久美子氏の経営方針の違いがきっかけだ。もちろん最初から親子仲が悪かったわけではない。久美子は3年間富士銀行で働いた後、26歳で大塚家具に転じ、父親である勝久氏の右腕として支えてきた。勝久氏も娘に期待し英才教育を施してきたのだ。しかし当時家具業界といえばニトリやイケアなどの急激な価格低下が進み、高級家具路線の大塚家具は売り上げが低迷していた。そこで世間に合わせた大衆化路線を考える久美子氏と、会員制高級家具路線を変えずに突き進む勝久氏が株主総会で議決権争いをすることになる。その結果ワイドショーに取り上げられ、世間にお家騒動になっていることが知れ渡ってしまったのだ。このようなことに社員を巻き込ませてしまったこと、申し訳なく思います。あの子を社長にしたことが失敗だった。悪い子供を持った。この言葉に衝撃を受けた人もいるだろう。そして争いの結果は久美子社長陣営になったが、結局大衆化もうまくいかず、最終的にはヤマダ電機に合併されることになったのだが、では久美子氏陣営はどのように大塚家具を変化させようとしたのか、古参の大塚家具会員と新規の顧客の目線で紹介しよう。長年使ったしな、そろそろデスクを新調するか。二階堂は大塚家具の会員制時代からの顧客だ。混み合うことのない店内で受ける丁寧な接客に心をつかまれ、大塚家具を信頼している一人だった。ところが、いらっしゃいませ。デスクが見たいんだが。こちらがフロアマップです。デスクは右側の奥にございます。ああ、ありがとう。前は案内のスタッフがついてきてくれたが、そういう対応はなくなったのか。そういえば社長が代替わりして経営方針が変わったって言ってたな。値段も確かに以前より安くなっているな。そこから二階堂は一人でデスクコーナーを見ていたが、気づけば20分以上も経っていた。以前はスタッフがマンツーマンでいろいろと家具について説明してくれたが、今は呼ばないと来てくれないシステムなのか。自分で選びたい人が来るのはいいかもしれないが、以前と違ってなんだか落ち着かないな。会員制ではなくなったため店舗も以前より混んでおり、客層も変わっていた。今の大塚家具には二階堂の求めていた商品も接客もないように感じてしまう。もうここじゃなくてもいいのかな。結局そのまま二階堂は大塚家具に来ることがなくなってしまった。ああ、ここが大塚家具か。一方新規の顧客青田は以前から大塚家具に憧れていた。しかし会員制は敷居が高く、さらに高級家具ばかりだったので入ることもできなかったのだ。今回会員制がなくなったことで、やっと初めて大塚家具に来店することができて喜んでいたが、え、リーズナブルな価格になったんじゃないの。ニトリやイケア価格で買おうと思っていた青田には、陣営が変わっても手を出しにくい価格のままだった。これに似た感じのニトリで6000円くらいで売ってたのにな。久美子氏としては以前の高品質高価格の家具とニトリのような品質と低価格の中間層を狙った結果だったが、どうしても中途半端な印象を受けてしまう価格ばかりになってしまったのだ。多分いい木材とか使っているんだろうけど、俺にはちっともわからないや。以前の大塚家具ならなぜこの価格になっているのか、その品質について顧客が満足するまで説明をしていた。しかし経営が変わってからは必要以上に話しかけない接客であり、青田のような新規の顧客が来ても大塚家具の良さは伝わりにくい。ちょっと思ったのと違ったな。これならニトリでいいかも。高価格帯低価格帯と両極端だった家具市場の中間層をターゲットにしたのは悪いことではなかったかもしれないが、結局全体的に中途半端なイメージを持たれ、大塚家具の良さも伝わらずに新規の顧客も離れ業績は悪化。それからの大塚家具の凋落は著しかった。
大塚家具は山田電機の子会社となり、久美子氏は社長を辞任した。父親の勝久氏は親子の勝負には負けたが、その後は高級路線の匠大塚を立ち上げて順調に売り上げを伸ばしている。こうやって見ると久美子氏の経営が失敗だというイメージが強く、ネット記事などでも批判されることは多い。しかし久美子氏の考えは別に悪いものでもなかったという意見も存在する。まず親子の喧嘩騒動がワイドショーで取り上げられたこと、また久美子氏の指示が悪く社員は混乱しているという内部告発のような記事が出回ったことで、大塚家具は大きくイメージダウンしていた。家具というのは新生活や新しい家族が増えたりと前向きな環境の変化から購入することが多い。それなのに幸せとは真逆なお家騒動があった店でわざわざ商品を購入したいと思う人はあまりいないだろう。また勝久氏の匠大塚には大塚家具の社員が多く転職している。引き抜きが行われたわけではないが、勝久氏の理念に共感していた社員が匠大塚に流れるのは自然な成り行きだ。その結果もともとも大塚家具の顧客である富裕層も匠大塚に流れ、優秀な社員顧客を失った大塚家具は衰退していった。親子の道は完全に分かれてしまったのだ。それだけ見ると久美子が負けたという印象が強いが、匠大塚がうまくいっているという話も、匠大塚は規模が小さく大企業である大塚家具の方が経営が難しいのは自明の理で、そもそも久美子氏に引き継がれる以前から大塚家具は業績悪化していたので、勝久氏が経営権を奪い返したとしても現在のような結果になってしまったのではという同情の声もある。そして大塚家具がニトリやイケアに勝てない理由はもう一つある。大塚家具は名前の通りに家具で勝負している会社だが、ニトリやイケアはキッチン用品やその他の雑貨などが豊富であり、売り上げの半分は家具ではない。家具を変えたり購入することは頻度が高いものではないので、生活用品のように購入サイクルは早くないのだ。ということはニトリ、イケアと同じ土俵に立つことが間違いだったのかもしれない。その結果大塚家具は山田電機と合併して消滅してしまった。今となっては遅いが、家族がバラバラにならず歩み寄れば他の道が見つかっていた可能性はある。勝久氏には今までの経験や詳細人脈があり、社員の中でも慕う人間も多かった。だが久美子氏も経営管理能力が高く今の地位まで上り詰めたので、決して無能であったわけではない。この2人が手を取り合っていたらと思う人も少なくないはずだ。ちなみに大塚家具はなくなってしまったが、山田電機はブランド名として大塚家具を残す方針である。今まで数々の顧客に愛された大塚家具ブランドが今後どのようになっていくか、これからの展開に期待していきたい。ご視聴ありがとうございました。裏世界ラボではハイクオリティな際どい漫画を毎日投稿するので、チャンネル登録よろしくお願いします。暇つぶしがてらにコメントを残していってください。みんなで盛り上がりましょう。